こんにちは、250番です。今日はですね、小山圭吾の動画がなんか俺のところに、送られてきて、なんか俺のことを、ぐだぐだなんか言ってたところがあったんで、俺はね、あなたのことをね、動画の中で話してないし、存在もね、本当に忘れてたんですよ。俺はね、あなたのことなんて、話のね、ネタになんか自分からしようと思ったことはないし、全く興味もないんですけど、まだね、うだうだ言ってんのかっていう話なんですよ。喧嘩売ってんのか？やらないんだろ？できないんだろ？なら言うなよ。根性ないんだからさ。本当にね、すっかり忘れてたよ。あなたみたいなね、民度の低い人間のことなんてね、理解できない。理解できないか。ああ、そうか。そりゃそうだよな。結構前にね、あなたが YouTube 始めて数ヶ月経った時にね、こんな奴がいるということでちょっと話題になっててね、僕の知り合いの病院勤務の人がね、あなたの動画を見たんですよ。で、その人が動画を見てる時に俺隣にいたんですよ。その人はね、精神病棟の勤務の人ですよ。で、その人がね、こんな風に言いました。あなたのことをね、あー、これ本物ですね。そういう風に言ってたんですよ。あなた、人のことをね、こいつは本物だとか、こいつは偽物だとか言うの好きでしょう。よかったじゃないですか。あなたは本物ですよ。本物の病気。よかったじゃないですか。間違いないって言ってましたよ。俺は知らないよ。俺は知らないけど、そういう専門の人をね、何十人も何百人も見てきた人が言ってるんですよ。あなたは病気だってね。これはね、ディスとかでも何でもないですよ。あなたのことをね、思って言いますけれども、あなた病院行った方がいいですよ。病気でね、苦しんでる人は、たくさんいますよ。あなたは何してるんですか？あなた病院行ってないですよね。あなたのね、普段の冴えない生活のストレスをね、撒き散らすのやめてくださいよ。周りにね、ばらまかないでくださいよ。あなたが悪口を言ってそれを見た人はね、俺はね、何とも思わないけど、気分悪くする人もいますよね。人はね、ストレスが溜まるといろんな病気になったりするんですよ。病気になるのはあなただけでいいじゃないですか。それを周りにばらまかないでくださいよ。いい迷惑ですよ。病とね、戦ってる人もいるんですよ、世の中には。しっかりとね、向き合ってね、家族と協力したり、自分との葛藤の中でこんな自分は嫌だって葛藤して、それでもね、病気に負けないようにって一生懸命戦ってる人がいるんですよ。あなたがやってることはね、同じ病気を持っている人たちに、失礼ですよ。あなたは頑張らないで家の中でひたすら人の悪口を言う。あなたと同じ病気の人がみんなあなたみたいな人なのかと誤解されちゃいますよ。あなたみたいにね、みんながね、人を傷つけて、楽しんでいるそういう人たちなのかなって勘違いされますよ。あなたの言動には一貫性がない。コロ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 変わる。喧嘩はできるって言ってみたりね、俺は怠慢が強いなんて言ってみたりね、二十歳過ぎてやるやつはバカだとかね、言ってみたりね、やらないなら言うな、できないなら言うな、こういう風に俺みたいに言ってくる人いないだろう。今ね、 YouTube の規制は厳しいんだよ。本当に悪口ばっかり言ってたらあなた本当にバンになるぞ。俺はね、情けで前回それをあなたにわざわざ教えてあげてたんですよ。誰か病院に連れてってあげてください、あれを。でね、あなたがね、テレパシーテレパシーってうるさいから、俺もテレパシーについて調べました。テレパシーについては、サブチャンネルの方にアップしますので、リンク貼っときますのでね、タイトルタップして、そちらもよかったら見てみてください。あと、よく言ってることがあるでしょ。こっちとこっちを比較してね、あいつらより俺の方がすごいとかね、これとこれはね、うんたらでね、格が違う、俺が一番すごいとかね、言ってるじゃないですか。でね、リスナーさんの方も含めてこれ言いますよ。こっちと比べて格が違うとかね、わざわざね、嫌味のコメントとかね、してくる人、こっちよりこっちの方が再生がすごいとかね、登録者が上とかね、なんだとかね、言ってくる人に対しても言いたいんですけど、人と人をね、比較する心理について、僕の方から説明しますよ。ついつい自分とね、誰かのことを比較して羨んだり、妬んだりとか、そういうことを毎日毎日、やってるからこそ人と人を比べたくなるんですよ。で、それでね、優劣をつけたり、自分が、優位に立ったような気分になってね、優越感に浸ったりしている、貧しい人間がそういうことを言うんですよ。心の貧しい人間がね。じゃあなぜ人と人を比べるのか、その心理はどこにあるのか。それはね、自信のなさ、嫉妬、目標がない、他人に認められたい、自分をアピールしたい、神経質、かまってほしい、人が怖い、勝ち負けにとらわれすぎて自分のことを全く見れていない、口先だけで行動をしない、そして感謝する気持ちがない、
これがあなたたち。小山慶吾さん、あなたね、ほんとね、成長してくださいよ。ほんとに、いつまでそんなことやってんすか。ほんとね、笑っちゃいますよ。マジで。中学生でもね、あなたみたいなことね、言わないですよ。今の中学生の方がね、よっぽど賢いよ。あなたよりね。ちゃんとした人間になってくださいよ。自分の企画で再生取ってくださいよ。まあ俺もね、人のことをね、ネタにしたりとか、するかもしれないけど、それは YouTuber だから、しょうがない。まああなたのやってることもね、そういう配信だからって言われたらね、それまでかもしれない。ただね、自分と人とじゃなくてね、誰かと誰かじゃなくてね、自分のことをちゃんと見て、自分と向き合ってください。だから、行ってらっしゃい。病院行ってらっしゃい。